アメリカの医薬ベンチャーモデルナが同じく新型コロナワクチンを開発したファイザーなどを訴えました。メッセンジャー RNA 技術の特許を侵害されたとしています。モデルナは26日、ファイザーとドイツのビオンテックを相手取り、新型コロナワクチンをめぐる自社の特許を侵害されたとして、マサチューセッツ州の地方裁判所などに 訴訟を提起すると発表しましまたモデルナとファイザーのワクチンはともにメッセンジャー RNA という新しい技術を使用していてモデルナはこの技術に関する特許を2010年から2016年に出願したにもかかわらずファイザーなどが許可なく模倣したと主張しています。